日本俳優協会公式チャンネル歌舞伎ましょうをご覧いただき誠にありがとうございます。松本幸四郎です。今回は2月の歌舞伎公演情報をご案内いたします。歌舞伎座におきましては2月大歌舞伎が上演されておりまして、3部制でございます。第1部におきましては元禄忠臣蔵、お浜御殿、綱豊橋、そして借境、この2作品が上演されております。お浜御殿綱豊橋は歌舞伎の作品を数々書いてこられました真山静香による作品でございまして、とても人気の高い上演が数多く重ねられている作品です。なんといっても日本語の美しさ、力強さをとても感じられるセリフ劇です。今回綱豊橋には梅玉さんが務められており、その相対する富の森助右衛門を尾上松緑さんが務められております。その他、東蔵さん、海春さん、莟玉さん、亀之丞さん、松之助さんのご出演でございます。次の借境におきましては、これは歌舞伎舞踊でございまして、長唄の作品です。獅子の精には金之助さん、鷹之助さん、左近さんが務められております。この借境は唐の清涼山、唐の国の清涼山を舞台にしておりまして、牡丹の花に戯れるとともに、その後、勇猛に、獅子の精を務められるという作品でございます。最後の毛振りというものも一つ見どころの一つでございますので、ぜひともお楽しみいただければと思います。そして第2部におきましては、春の調べ娘七草という作品、そして義経千本桜、都会や大物の裏、この2作品が上演されております。春の調べ娘七草は長唄の歌舞伎舞踊作品でございまして、この作品、曽我の十郎五郎兄弟の仇討ちの物語、曽我物と言われるものを題材といたしまして、それに春の七草の行事を織り込んだという作品でございます。とても趣向が楽しい、美しい踊りでございます。今回は曽我の十郎には梅子さん、そして曽我の五郎には万太郎さん、そして静香御前には千之助さんが務められる舞台となっております。次の義経千本桜、都会や大物の裏でございますが、これは義経千本桜という長い通し狂言のうちの一つの作品でございまして、都会やそして大物の裏の場面を上演しております。大物の裏の船問屋、都会屋の主人銀平が義経を狙う平家の武将平知盛であったという設定になっております。今回は片岡仁左衛門一世一代にて相勤め申し候と銘打たれておりまして、仁左衛門さんの最後の舞台、最後の知盛と銘打たれて上演されております。最後の大立ち回り、これもとても大きな見どころとなっております。その他には出演者といたしまして、時蔵さん、左團次さん、高太郎さん、又五郎さん、隼人さん、そして梅子さんのご子息であられる小川博春さんが出演されております。そして第3部、鬼次表姉妹、そしてネズミ小僧次郎吉、この2作品でございます。この鬼次表姉妹というのは、平家の武将長田の太郎が一人の白拍子と出会う、ここから物語が始まります。舞踊劇でございます。とても軽やかな手振りがあり、またテンポ良い踊りがあり、そして最後の立ち回りまである、まあ、歌舞伎のとても見どころのあるエッセンスがたくさん組み込まれている踊りでございます。ぜひともご覧いただきたいと思っております。そしてネズミ小僧次郎吉、奪った金銀を貧しい人に分け与える義賊ネズミ小僧次郎吉の物語です。この作品は川竹黙阿弥が書かれた作品でございまして、昔から上演されている大事な大事な歌舞伎の演目の一つでもあります。
今回はそのネズミ小僧次郎吉に菊之助さん、その他美之助さん、慎吾さん、米吉さん、牛之助さん、菊之助さんのご子息ですね、そして吉之丞さん、吉太郎さん、吉三郎さん、坂東亀蔵さん、そして権十郎さん、若右衛門さん、歌六さんのご出演でございます。歌舞伎座におきまして、さまざまな代役等々そのような変更がございますけれども、歌舞伎公演、皆様に安心してまた素晴らしいものをと思って一丸となって歌舞伎座の舞台が務められております。ぜひご覧いただきたいと思います。さて、東京でもう一つ上演されておりますのが文化村シアター国運におきまして、渋谷国運歌舞伎が上演されております。もう18段という18回目の公演ということになっております。今回は河田家黙阿弥作の天日坊を国運歌舞伎に生まれ変わりました。串田勝良さん演出美術、そして工藤勘九郎さん脚本の作品です。天日坊には勘九郎さん、その他七之助さん、獅童さん、皆様国運歌舞伎には顔なじみのある方々ばかり、また新たな顔ぶれもあり、新たな天日坊が誕生しております。ぜひご覧いただきたいと思います。そしてもう一つ、これからの上演になりますけれども、2月18日から3月6日まで東京は EX シアター六本木にて六本木歌舞伎2022が上演されます。今回は青戸草子、花の錦絵、弁天小僧ですね、この物語を題材にいたしまして、花ぞ散るという新作歌舞伎が誕生いたしました。今井豊茂さんが脚本され、藤間勘十郎さんが演出、そして六本木歌舞伎最初から携わってられる三池崇史さんが監修となって、上演されております。出演はもちろん市川海老蔵さんをはじめ、小太郎さん、広松さん、九段次さん、お目蔵さん、一蔵さん、片岡一蔵さん、市川右段次さん、そして戸塚翔太さんが歌舞伎に初参加されるという、とても試みた強い試みの歌舞伎でございます。東京では三座歌舞伎公演が入っております。そして、博多に参りまして、博多座では坂東玉三郎特別舞踊公演が上演しております。演目立ては工場鶴亀、日本振袖はじめの3作品となっております。口上というのは役者さんご自身、歌舞伎俳優さんご自身からお客様にご挨拶を申し上げるという時間でございまして、今回の演目、またご当地にまつわるお話など、さまざまなお話をしていただいていると思っております。またその口上の一幕のためにあつらえました四季の花々を描いた屏風、これにも注目していただきたいと思います。今回の工場のために新たに作られた美術でございます。そして舞踊2台ありますけれども、一つは鶴亀、これは唐の時代の宮廷における新年の儀式、これを題材にしたお能鶴亀を歌舞伎舞踊化した作品です。長唄の演奏となっております。もう一つ、日本振袖はじめ、これは日本の神話ではとても有名なことで、スサノオノミコトのヤマタノオロチ退治、これを題材にして、歌舞伎舞踊化されました。岩永姫というお姫様に扮しているのですが、実はこれがヤマタノオロチとなってスサノオノミコトと対立する、対決する、近松門左衛門の原作をもとに復活された舞踊作品でございまして、そのオロチを読書に酔わせて本性を表し、そして最後はスサノオノミコトが対立するというところまでを描いた舞踊です。義太夫という低音の太棹による演奏で、踊られる作品ですので、とてもダイナミックな作品だと思います。
以上、2月の歌舞伎公演のご案内をいたしましたが、いずれの劇場もともにまた我々出演俳優関係者ともに皆様には安全安心にご来場いただけるよう対策をとってお迎えしております。ぜひとも劇場の方へ足をお運びくださるようよろしくお願いいたします。ご案内は松本幸四郎でした。